じいちゃん。セトス、その、大丈夫か？ありがとう。じいちゃんとの思い出を懐かしんでるだけだよ。覚悟はしてたんだろ？ああ、じいちゃんの体はもうボロボロだった。無理して今日まで頑張ってたんだ。じいちゃんが見てる中、この一件にもケリをつけられた。これからどうするつもりだ？じいちゃんの意志に従うなら、沈黙の殿はヘルマヌビスの力を最も多く持つ者が上に立つべきだ。だからセノ、君が新たな修行になってくれないか？それが無理だとお前も分かっているだろう。俺は大マハマトラだ。教令院に残らなければならない。そう言われる気はしていたが、そもそも俺はここの環境やメンバー、文献のことなどほとんど知らない。お前らの狩猟に適していないだろう、セトス。最もふさわしい後継者はお前だ。もし俺たちが決闘をしなければ、あるいはお前が他に手段を用意していたら、罰令は今全てお前の手にあったかもしれない。バムーンもそう考えただろう。君はじいちゃんがそう考えてたと思うのか？ああ。けどバムーンの様子を見た限り、君たちの行動にあまり驚いてなかったみたいだ。もしかしたら彼はとっくにこういった結果を予想してたのかもしれないね。とにかく罰令が俺の元にある以上、俺が決めさせてもらう。いいな、セトス。バムーンを継いでお前が新たな狩猟になる。お前は俺よりふさわしい。きっとうまくやれるはずだ。俺を助けるとでも思ってくれ。でもそれじゃあ今までのことはどれも無意味だったことになる。そんなことはない。お前と俺は今や敵じゃなく友だ。つまり教令院と沈黙の殿は再び協力関係を結ぶことを意味する。この意味は非常に大きい、セトス。全てが良くなってる。それはお前らもだ。信じてくれ。そっか。うん、確かにそれが一番いい結末みたいだ。実は薄々感づいていたんだ。バムーンはプレッシャーをかけることで初めから俺たちに罰令をかけて勝負させようとしていたと。そうすれば罰令を取り戻したとしても、渡したとしても、ヘルマヌビスの力は一人に集まる。お前が勝てば沈黙の殿の力は倍増する。俺が勝っても考えなしに沈黙の殿の狩猟になることはない。ましてや力でお前らを屈服させないこともバムーンは予測してたんだ。神の導きだけでなく、彼には教令院の支援も必要だった。バムーンが全ての責任を背負ったのは、比較的負担の少ない沈黙の殿を後世に継がせるためだろう。そうすれば後継者が誰であれ、教令院との交渉はやりやすくなる。手紙一通で先生をおびき出して、その後のことはどっちに転んでもプラスになるというわけだ。大マハマトラはそんな細かなところまで考えないと思ってたよ。確かに君の言う通り、そういうことは僕もじいちゃんも考えてた。何としても教令院との関係を改善しなければならないとね。あの儀式を利用したとも言えるだろう。セノ、感謝するよ。そのお礼に、君とクラクサ・ナリデビが認めた者には沈黙の殿でさらなる知識を学ぶ栄誉を与えよう。沈黙の殿は現在キング・デシェレト文明に関する情報を最も多く有する組織だ。君たちが必要とする時、多くの情報を提供できる。でも君たちは慎重に選択しなければならない。人類が同じ過ちを繰り返さないようにね。そうだティナリー、
じいちゃんが君に会えて嬉しがってたよ。君はワルカシュナの末裔で、僕たちはヘルマヌビスの意志を受け継いだものだからね。伝記によると、ヘルマヌビスはティナル人の中からキング・デシェレトによって選ばれた賢者で、偉大なる身で神の眷属に昇格したとある。その後、彼はティナル人の仲間と共に崇高な目的のために戦った。沈黙の殿の設立からトゥライトゥーラの破滅まで、彼らはずっと肩を並べて戦ってきたんだ。トゥライトゥーラを離れたティナル人は一般人と共にウリンへと移住した。数百年後、一部の人は砂漠に戻ったけど、多くのティナル人はそのままとどまり、子孫を残してる。もしかしたらその人たちは君の先祖なのかもしれない。なるほど。僕の名前はティナル人から取ったって父から聞いてたけど、まさか僕も沈黙の殿と深い関わりがあったなんてね。悪くないな。そういえば、ジュライセンはどこ行ったんだ？ジュライセンはじいちゃんの寝室にいると思う。あの人もじいちゃんを偲んでるみたいだけど、僕の前ではそうしたくないみたいだ。全てが君とバムーンの計画だったというのなら、彼はジュライセン先生に対してそれほど敵意を持ってなかったのかもしれないね。さあ、どうだろう。もしかしたらジュライセンも君たちも、そして僕さえも、じいちゃんにとっては軌道を修正するための道具だったのかもしれない。じいちゃんはすごく意地悪だったからね。歴史の岐路に立たされた時、誰かが決断をしなければならない。このことはクラクサナリデビ様にご報告しよう。それから教練員の代表を砂漠に使わせ、お前と面会するよう手配する。お前も落ち着いたらウリンに来てくれ。何日か泊まって、そこの人々とつながりを作っておくといい。協力するなら互いをより知っておくべきだろう。うん、そうするよ。それじゃ、みんな、また。